ビワコホテルは、京阪グループの京阪ホテルズリゾーツ株式会社が運営するホテル。2016年9月までの運営会社であった、株式会社ビワコホテルは、2016年10月1日付で、京都タワー株式会社に九州合併され、京阪ホテルズリゾーツ株式会社となった。初代ビワコ、ホテル1934年。 外国人観光客を誘致する国策のもと、国際観光ホテルとして創業した。ヘレン・ケラーやジョン・ウェインらが宿泊したことでも知られている。第二次世界大戦後、中流アメリカ軍専用ホテルとして接収され、接種解除後も1957年10月まで、中流軍専用ホテルとして使用された。自主営業再開にあたり民間資本導入が、 必要と考えた滋賀県が、京阪電鉄に資本協力を求め、京阪電鉄も株式を引き受け1972年8月には、株式会社琵琶湖ホテルの筆頭株主となり、翌1973年10月には、滋賀県より32万株を譲り受け発行株式の51%を、締め子会社化した。株式会社琵琶湖ホテルの株式は、 伝統株式市場に1963年7月から登録されていたが、日々の出来高が少ないことを理由に1993年3月で伝統株式登録が取り消された。後に完全公会社化されている。ホテルの営業以外に、北陸自動車道静形計サービスエリアで1986年11月21日よりレストランを営業。 2008年5月21日より、ホテル京阪ユニバーサルタワー内のレストラン、宴会場の営業を受託している。過去には、ビワコ汽船のミシガンビアンカの船内営業を受託していたほか、瀬戸大橋京阪フィッシャーマンズワーフのレストランを営業していた。創業以来の建物は1998年8月24日付で閉鎖され、1998年10月1日に、 大津港と浜大津駅の間に作られた浜大津アーカスの中の現在地に移転開業した。現在の建物は建築家、シーザー・アッペリの設計で地上13階建て。移転に合わせて旧ホテル敷地にあったヘレン・ケラーの植樹した桜の古木も移送された。後の検証でこの桜の木をヘレン・ケラーが植樹したという根拠はなかったと言われている。 移植されたその桜の木は後に枯れてしまった。琵琶湖に面したオープンテラス、天然温泉、瑠璃の湯がある。浜大津への移転後、敷地、建物を大津市が取得し、敷地は柳ヶ崎湖畔公園になった。1934年春光の旧本館は RC 作りの近代和風建築であり、修復されて2002年に琵琶湖大津館としてオープンしている。 上皇秋人と上皇後を美智子が宿泊するということで浜大津での開業以来の特徴であったウッドデッキを2008年に改修した。客用エレベーターは三菱電機製のものが設置されている。ありがとうございます。